久保さん、一人メルマちょっとねちょっと久保さんの話はいい話なんですけど、まあ、多くの人が一人メルマが絶対できないんでこれなんでできないかちょっと僕の方でね僕の見解をちょっとお伝えしますと多くの人がお金を稼ぎたいと思ってるんですよでお金を稼ぎたいと思ってますそりゃそうですよねで一人じゃと全然数が少ないと思ってるんです だからまあ一番最初の話に戻るんですけどいやいや一人に売れなくてどうすればいいのって話なんですよね。まあ、久保さんの動画この後映しますけど一人でいいでしょって話があるんですけど要は多くの人はなんか目の前に一人いるのに数が少ないって言うんですよ。いや、まあ、そもそもじゃ一人いるんだったらじゃあその一人に売れるようにすればいいじゃんと。 じゃあそのメルマガを通して売れなかったらじゃあ10人あったら売れるの100人もちろん数の理論はありますけれどもせっかくその第1号ですよね登録してくれれた第1号の人に売れないんですよじゃあまずその人に売れるようにその人にあのメールを届ける書くっていうことまあ久保さんはね悟られないようにっていうことを言ってますけれどもあのなんだそれをしないといけないですけど多くの人はお金を稼ぎたい。 アクセスがない、えー、数が少ない、リスト数が少ない。もうこれね、実際事例をお話しましょうか。事例。これね、去年僕の塾に入った人で、LINE アットが1,500人ぐらいいるんですよ。LINE アット登録者数1,500人。まあ、まあまあいると思いません、ね、で、その鷲津さんっていう方がいらっしゃるんですけど、鷲津さんがドリアカーに入って報告いただいたのが、えー、っと、LINE アット40ですね。LINE アット登録者数40。 アアッットト登録者数 40vsLINE 人ですもう一度言いますね。LINE アット 40VSVSLINE アット1500人。どっちの方が売り上げ上がってると思いますか ?LINE アット登録者数 40VS1500 です。どっちの方が売り上げ上がると思いますか上がってたと思いますかまあ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  <laughs>。 大体、まあ、まあね、埋設してるんで分かると思いますけど、じゃあ実際のデータを言いましょう。じゃあこれ1,500人いた人、1,500人いた人は、えー、マックスで売り上げ50万ぐらいです。60万とか。あの、上げた金額がですね、売り上げ50万、60万です。じゃあこのラインアット40人の鷲津さん、いくらだと思いますラインアット40で300万です。これが一番最初、ドリ,アドリームアカデミアの報告いただいたのが、えー、それだったかな、大きい結果として。 うん、どうすか <laughs> え1500ですよ !VS40 ですよどんな比率やねんって話じゃないですかでもこっちの方が売り上げ少ないですよででなんでこっちの人1500人レイガント登録して登録者集めた人がドり上げに入ったのかっていうとその僕の塾のそういう塾生さんの結果を見て俺はこんだけリソースト数あんのに全然売り上げ上がってないとなぜやと、うん、それでそれが知りたいってことで入ったんですよ <laughs> 分かりますだから結局のところ、うん、どれぐらいの単価のものを何人に売るかしかないんですよ。どれぐらいの単価のものを何人に売るかしかないんですね。だから客数かける単価でしかないんですよ。100万の売り上げを作りたい。じゃあ1人に100万の商品売ればもう100万なんです まあ僕のコンサル、えー、今180万ですけど、実際180万で売ったことがあります。で、180万で売りました。もう180の売り上げです。一人です。たった一人です。たった一人ですよ。じゃあ、たった一人 VS1500 人のラインアットですよね。<laughs> たった一人 VS1500 人。どうですか ?1500 分の1ですよね。じゃ千1500人のラインアット登録の人は、売り上げ60万ですよ。50、60ですよ。僕、たった一人で180ですよ。どうですか 1> 1人対 1, ですよねだからもう,もうこれは客,客数かける単価でしかないんですよ。でこれねもうちょっとこあの上級者とか中級者の話をしていくとこれねメリットデメリットが混合してるんですよ。客数が多くなればなるほど信頼関係が薄くなるんです。問いしてますね。客数が多くなればなるほど信頼関係っていうのは薄くなるんですよ。当たり前ですよね。じゃあ1,500人のお客さんとなんか密に対応できます できないんでですよでも1人だったらどうですか目の前の1人めっちゃやり取りできませんじゃあ久保さんが僕100人いたらこんなやり取りできないですよ久保さん1人しかいないからこんなリレーができるんですよ久保さん100人いたら無理です絶対無理できないやり取り <laughs> このやり取りができるのは久保さんがこの世に1人しかいないからだからできるんですだからそこのメリットデメリットっていうのは理解してそこに対してどういうふうな関係性を構築していくのかっていうところが大事ですよ でそこのをほとんど教えてくれなないいし、やっててんですよ。そこを教えてくれるところが今ないですあんまり久保さん多分ないですよねそこを細かく教えてくれるところがまあ億万長者合宿ではねそういうところもめちゃめちゃ詳しく教えていきますんでてかそこさえやれば売上作れるんでうんはい OK ですかねはいだからその数は確かに大事です 数は確かに大事ですけれども大事でもないよっていうところですうんだからメリットデメリットをしっかり理解しろってことなんですよじゃあ数が少ないかったら数が少ないメリットはどこですかっていうところを考えないといけないんですよ数が,少な数が少なかったら何が自分はできるのかわかりますじゃあメルマがたった一人しかいませんじゃあメルマがたった一人だったらどんなことができますかメリットはどこですか 多分ね、メルマが1人だった場合の時のメリットを多分考えた人がいない、考える人がいないですよね、多分、久保さん。あなんだ、メルマがまだ1人しか集まってね、しか、なんですよ。多分、こっから思考しないです。申し上げますね。あまだリスト数1か。どうしようと。だから、こっから思考しないですよ。多分、あメルマが1人か。よし、じゃあ1人だったらこれできるなって思考にならないんです。 メルマが一人だったらこんなことできるなっていう思考に行かないですよ。メリットを探さないんですよ、この。だから売り上げ作れないんですね。うん。OK ですかはい。だから自分ができるメリットを探せっていう、自分の状況下の中でもメリットはどこにあるのか、いいとこはどこなのか、自分の強みはどこなのか、そこをしっかりと探求して考えるってことですよね。 ということで、久保さんから送っていただいた動画、この後映しますんで、よかったらどうぞ。はい、まあ、一人でいいわけですよ。アクセスを集めようと思ったら、サービスを提供しようと思ったら、まずその一人をしっかりとやることなんですよ。だから、アクセス1年ですよ。だって、商品1個売ろうと思ったときに、一人いればいいじゃないですか。100人アクセスが集まって、1個売るのも、1アクセスのうち1個売るのも一緒なんですよ。で、どっちかっていうと、100人に対して1個売るよりも、1人が来たときに1個売る方が簡単です。あのパーソナライズが分かるからなんですよ。で、人生においてですね、 まあ女性も友達も、まあ一人でいいんじゃないかなと思いますよね。うん。で、たくさんは欲しがっちゃダメですよ。どうせ力量ないですから。たくさんを扱おうと思ったら、それは大変ですよ。上級者ですそんなの。まずは一個でいいと思います。一人に尽くし切るのが精一杯です。うん。たくさんできないでしょ。結局は。たくさん同時に。特に、まだ初心者なんですからっていうようなね、精神があると思うんですよ。この言葉は禁止でますけども。そうなったら、まずは一人のことをやってくださいってことです。一人に対してやってくださいってことです。 でそこで私があちょっとね、課題を出したいと思います。それは一人メルマガをやってみてはいかがでしょうかってことです。即可塾のカリキュラムの中にはあるんですけども、読者が一人のメルマガを運営してくださいってことです。注意点としては、読者さんにこれは一人のメルマガなんだって悟られないようにすることでございます。さあ、いかがでしょうか